マーレ人だから、エルディア人と一緒にはいられないんだよ。マーレ人に生まれていればお前ら知ってるか、あと数年でパラディ島に攻撃を仕掛けるってさ。俺たちが巨人を継承する時が来たんだよ。俺たち7人の中から一挙に6人だ。そうだ、マーレ人になるために戦士を目指してたんだ。俺はマーレ人になって母さんと父さんと3人で暮らすんだ。ライナー待っているからね。世界一の自慢の息子になれるんだ。父さん、そうなんでしょ。ほら見てよ、僕と母さんは目をマーレ人になったんだ。これで一緒に暮らす。ふざけるな、お前らエルディアの悪魔の親子から。私たちには悪魔の血が流れているからね。そうだ、おかしいだろ。なんでドベのお前が選ばれるんだ。どんな手を使いやがった。父なんかいなくても俺は鎧の巨人を託された選ばれた戦士。島の悪魔からみんなを救い、世界の英雄になるんだ。ライナ、すまない。お前は本当は戦士に選ばれるはずじゃなかったのに。なんで。帰れない、このまま任務を続行するんだ。俺たちは世界を代表して悪魔を裁くべく選ばれた戦士なんだ。ここに長く居過ぎてしまったんだ。ライナーって昔からこうなんだ。いや、昔のライナーは戦士だった。俺たちはガキで。ごめんな、何人も知らなかった。まっ、分かってないんだ。クソ野郎にならずに済んだのに。俺は選ばれるはずのない戦士で。兵士、戦士でもねえ、ただの人殺しだ。何の罪もない人たちを大勢殺した大量殺人鬼だ。んなことは分かってんだよ。お前にわざわざ教えてもらわなくてもな。もう人間じゃねえんだぞお前らは。この世界を地獄に変えたのはお前らなんだぞ。分かってんのか人殺しが。そして、反省してほしいのか。ごめんな。謝ってほしいのか。貴様は何しにここに来た。人類を救うためです。ただやるべきことをやる、ただ進み続ける、それしかねえだろう。